ハルモッコのカリンバでアレンジしてみた、せっかくカリンバを買ったので、うん、アレンジしてみようと思います。でカリンバが入るとこんな感じになるよみたいなやつです、はい、曲は、うん、ハルモッコのここから吹く風というアルバムの中の思い出の中に吹く風という歌があるんですけど、はい、2番サビ終わりの後の感想、うん、そうね、長い8小節ぐらい、うん、そのぐらいかかる。そこをカリンバで、カリンバでまずどんな感じで流れてるのか聞いてください、うん、はい、どうぞ。大人なムードですよね。カリンバでガラッとガラッと変えてみましょう、ね、アコースティック調になるかな。子守歌を今日は奏でちゃいますやってみよう、やってみよう。じゃあ、ね、私いきます。お願いします。いきます。アレンジです。せーの。これが実力ですやっぱアレンジってはるちゃんすごいよ、ね、昔から、ね、アレンジ足アレンジなんか一つ違うねやっぱね。あーちょっとねぶっ飛んじゃう時あるんだよね分かんないけどいやいいなぁ、いい才能だ。才能なんかよくわからないけど私はもうザ A 型みたいな。 A 型、ザ A 型、血液型出る。いきますね。お願いします、はい、ではまことどうぞ。アレンジです。なんか空白を楽しんでるアレンジですね。あ、そう、うん、嬉しいな、めっちゃ汗かいた。聞きたい、ちょっと合わせて ね、 いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。これさ2人でやってみようよ、こう流して。あ、いいよ。1回ちょっとね、どっか1個ぶつかってるんだけどね、ちょっと気にしないで。行ってみる行ってみよう、行ってみよう、2人でやってみよう。はるちゃんジャッキだもんね。あ、そうなの。じゃらら、じゃーんからですよ、うん、じゃーんで足がじゃーんってやる。あ、そっかそっか、行くよ。はい。違ったアレンジがあるから、うん、2人で合わせたアレンジでもいいかったかもね。そうだね、今度ね絶対一緒になんないもんね。そうだね、まあ音は濁らないはずだから。そう
します、うん、カリンバでアレンジしたらこんな感じになりました、はい、なりました。おやすみなさい違った。毎週水曜日